はい、明徳高校を受けるのであれば内申点どれぐらいが妥当ですか？37ですね。37が欲しいですね。37ぐらいないとちょっと厳しいですね。僕らの塾でも明徳高校はいないですけども、昭和高校が同じぐらいの内申で29とかで受かってますけども、基本的にはやっぱりギリギリ受かるっていう感じになっちゃうので、悪くても34ぐらいは持っといた方がいいんじゃないですか。でパーセンテージがね 72、73% ぐらいだと思うんで、それぐらい取れてれば大丈夫かなと思いますね。僕らの塾と他塾の大きな違いっていうのは、もう本当に勉強方法だけじゃなくて、勉強している内容、解き方、それの解放を出すまでの解き方とかまでチェックするんですよ。今塾生の保護者の方、中3のね保護者の方何名か見てらっしゃると思うんですけど、2次関数、例えば解き方で図を書いて解くんですけど、僕らの塾はその図の書き方がどうだっていうのをちゃんと見たりとかします。で見てから解いてくる子もいますし、全部解いてから指摘する子もいますし、その解き方がやっぱ悪いと、この問題を解けても次の問題解けないみたいな、そういった繰り返しをしてしまうんで、なるべく根本的な原因から改善っていう感じです。あとはね、僕はよく言うんですけども、落ちるっていう言葉は塾講師あんまり言わないのかもしれないですけども、僕は堂々と言います。それで本人がね、なんか先生はひどいとかっていうのになるかもしれないですけど、はい、何度も言うんですけども、現実を見えた方がいいかなと思ってます、はい、落ち込むぐらいだったらやれよって思いますし、はい、不安は誰しも不安なので、だけど可能性がある子にはそんな言葉は言わないです。それは勉強してるっていう子とかに関しては、絶対僕は無理って言われてるものが覆ることも絶対起こると思ってるので、諦めずにやっぱ頑張ってるやつが一番最後はね勝つと思ってますね。明年の内申40はどうですか？受かると思いますよ。大丈夫だと思います。